やっと島を出たみたいね。ご苦労様。ああ、組織の仇討ちか。相手になる。綺麗なお姉様。あっ、モンキーディルフィ。何？おいお前、嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ。私になんだ、そうか。人が空想で空からガレオン星、まさか。そ、突如空からガレオン星が落ちてきたことに加え、ログポースが上空を指す怪事に見舞われた麦わらの一味、この空のどこかに島がある。そう結論付けたルフィたちは情報を得るためにジャヤ島に上陸。もっくしかしそこは無法者たちが闊歩する町だった。へえ、おめえが三千万なんだ。何の真似だ、下っ端。その質問にゃお前が答えろよ。よし、かっ。待って、まだこの町で。ねえ、私たち空島へ行きたいの。何か知ってることはない？呆れたぜ。おめえをテストして新時代のクルーに加えてやろうと思ったのに、とんだ妄想やろ。空に島があるって、そういう夢追いのバカを見てると俺は虫酢が走るんだ。ゾロ、この喧嘩は絶対買うな。さっさと失せろ、命があるうちにな、雑魚ども。空島はあるぜ。あんた、あいつらの言う新時代ってな、クソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって。おい、ぜ人の夢は終わらねえ。そうだろう、笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもぜ。ははルフィ、行きましょう。空島の情報を得るためジャヤ島に上陸した一味だったが、しかしその戦空クリケットベランクリケットの方のおっさんの金塊を返せ。町は広いわ、誰かに聞くのは早いじゃない。なあ、あいつら敵中かもしれねえ。仲間を呼んでこい。ベラに来たかもしれない。ベラの居場所を教えて、サモン。知らねえよ、本当だ。
ルも奴らが来たぞ。エラミを探してるみてえだ。あの腰抜け小僧どもが。面白い。帰り討ちにしてやろうぜ。名もない海賊と思われた。少し脅かしてみたら出てくるか。山の怒った王様はノーランド。そうだ、いや、そんな嘘つき野郎のし、それはこじ知ら、本当に知らないみたい。おう、ビルマの軟弱一味と全然違うじゃねえか。そん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 、教えなさい。町のどこかだ。それ以上は知らねえんだ。なん、おい、ガク、騒が、ベラミー、昼間のバカどもが、てめえビビらせやがって。確かに聞いたこともねえ一味だぜ。そんな、
相手は昼間のヘボ野郎どもだ。何も怖がることはねえよ。こんな手配書かったらに決まってんだ。やっちまえ。覇気で3000万はねえと思ったが、ここまでとは。どうすんだよ船長。探してたのは1億を超える首だぜ。ハハハハ、やっと獲物を取る時か。ぜ。ハハハハ、待ってろ麦わらのる。てめえの1億の首もらいに行くぞ。あいつら空島へ行く気だろう。島を出られると面倒だな。任せろ船長、奴らの船をぶっ壊しときゃどこにも行けねえ。変なのが船を狙ってるわ。気にすんな。ぜぇはぁ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 。ゴムの
かあがいてみようじゃねえか。ルフィの首を狙った。ああ、喧嘩。違う。やられた。どうし、あの人たち、また会うことになりそう。今はそれどころじゃねえよ。ベラミーから金塊を奪い返さねえと。臆病者が俺のいねえところで生きがってやがるな。聞いたぜ、昼間みてえに怯えて。昼のことは、他人が苦労の末に手に入れた。人が俺を何て呼ぶか教えて。梅追のバカに見物なんざもったいねえ。やっちまえ。見せてやるよ、三刀流の極意をな。悪いな、助かった。
腰の毛に何ができる。お前に勝って限界を取り戻す。俺に勝てるだろう。その生意気な口が聞けねえようにしてやる。てんのか。一瞬で片付けてやるよ。スプリングホッパー。あのジジイもおめえらと同類だな。400年前の先祖のホラを信じ続ける生粋のバカ一族だ。何が黄金郷、何が空島、海にいる時代は終わったんだ。海賊の恥さらしども。パンチの打ち方を知ってるかって。暴れよ麦わら。
冗談よせよベラミー。お前は5500万の大型ルーキーだぜ。やっぱり本物なんだ。ベラミーがやられた。そろそろクリケットさんが教えてくれた場所に近いはずよ。ひし形のおっさんが言ってた通り、不思議雲が出てきたな。高架下、ロックポースはどう？ずっとあの雲を指してる。引き返そうルフィ。空島なんて夢のまた夢だ。そうだよな、夢のまた夢の島。こんな大冒険逃したら一生後悔すんぞ。来たぞ。船体にしがみつけ。これはただの水柱なんかじゃない。立ち上る海流なの。そして下から吹く風は地熱と蒸気の爆発によって生まれた上昇気流。相手が風と海なら後悔してみせる。この船の航海士は誰？ナミさんです。うおー野郎ども、すぐにナミさんの言う通りに。おー、次元から風を受けて舵は取り舵、船体を海流に合わせて。いっそー。いける。どんなー、すげー、船が空を飛んだ。マジか。おーほー、やった。ナミさん